田中磯大らは、明治、大正時代における、愛知県岡崎市の実業家。家業の旅館業を営む傍ら、有志と共に、同地の電力会社岡崎電灯を起業し、同社を中心に、各地の電気事業に関係した。田中磯大らは、高下2年2月25日、現在の愛知県西尾市一式町改正に生まれた。長男であるが家を弟に譲り、自身は、 岡崎に出て、籠田町の旅館、丸藤旅館にて勤め、その後旅館経営を引き継いだ。また旅館業の傍らキララ採掘業など、新規事業にも取り組んだ。言わず発電所。建屋は建設当初からのものではない。1895年の夏頃、田中は旅館の常連客から、当時国内では数少なかった伝統事業の話を聞かされた。 伝統事業に興味を持った田中は、信仰のあった五福商、宅津屋経営の杉浦銀蔵、味噌醤油醸造業、伊勢屋経営の近藤重三郎に声をかけ、三人で岡崎における電気事業企業に取り組むこととなった。翌1896年、三名で資本金3万円の岡崎伝統合資会社を立ち上げる。発電所の設計。 監督一切については、前期常連客の紹介で、豊橋伝統などに携わった、技師、大岡正を招き食卓したが、田中も技術に明るいことから、測量工事と、その監督を担当した。1897年、矢作川水系の軍海側に、出力50キロワットの岩津発電所が完成。同年7月8日、県内3番目。 中部地方でも8番目の電気事業者として、岡崎伝統は開業に至った。岡崎伝統は開業直後に資金不足に陥るが、休止した杉浦銀蔵の後を継いだ3代目杉浦銀蔵の主導で事業が軌道に乗った。1907年、岡崎伝統が資本金50万円の株式会社組織へと改組した際、杉浦、近藤と共に、 同社の取締役に就任する。3年後の1910年3月に、近藤も死去し、3名の岡崎伝統創業者は、最年長の田中江沢平一人のみとなった。同年3月、田中は、同社の初代社長に就任した。岡崎伝統の成功を受けて、その経営陣は、今井磯一郎らを入れて1901年に、三河電力を設立、ベ発電所を建設して、 順次、瀬戸、名古屋方面への送電を始めた。同社で、田中は、取締役を務め、名古屋の電力会社名古屋電灯へと吸収された後は、同社間最悪も兼ねた。これ以外にも、岡崎電灯が、後続事業者の技術的も範とされた時期があった、ことから、岡崎電灯を経営陣は、県外の事業にも関わった。岐阜県の岐阜電機、中津電機、 富山県のイスルギ電機、鳥取県の鳥取電灯などがそれで、田中はこのうちの活電機の監査役及び、イスルギ電機の取締役に、いずれも会社設立と同時に就任している。1916年10月4日、病気のため死去。71歳ボー岡崎電灯社長職は、同年12月より、杉村金蔵が継いだ。ありがとうございます。